日本の最新鋭対艇型潜水艦が続々就役しています。潜水艦技術にかけては世界一と言われる非凡ですが、今回は先行進路や最新鋭技術について見ていきたいと思います。潜水艦用に次世代エンジンの開発が進んでいるのはご存知ですか？原子力以外の新しいエンジンの動向にも注目が集まりますが、日本の潜水艦に搭載されるのはまだ先のことでしょうね。静粛性、音が出ないに優れていると言ったら、リチウムイオン電池が今のところ最強と言えましょう。先行進路は900メートルが理想なのですが、果たしてどうなのでしょうか。2022年3月、対艇型潜水艦は無事に就役の日を迎えました。この間の就役によって、長年の海上自衛隊の悲願だった潜水艦22隻体制が完成したということになります。2017年、平成29年から建造が開始した対艇型潜水艦ですが、通常動力潜水艦の中では、世界トップレベルの潜航能力を備えた艦なのです。鉛蓄電池より多くの電力を短時間で密流放電できるだけではなく、水素ガスも発生しないというリチウムイオン蓄電池の特性をマックスに発揮できるように設計されているというのが大きなポイントと思われます。改めて言うまでもありませんが、潜水艦はディーゼルエンジンで発電、充電した電気でモーターを動かし、プロペラを回転させて動きます。海中で潜航しながら充電するためには、スノーケルという給排気装置を海面上に突き出して、外気を取り入れながら、ディーゼルエンジンを動かして航行することになるのですが、対艇型は、4番艦から新型スノーケル発電システムを採用しました。これは、潜航しながらでも蓄電池を充電できるシステムで、これまで以上に効率的に充電可能になったのです。現在、日本近海で、アメリカ陣営、イギリスやオランダなどの軍艦も、と、中国陣営、ロシアの軍艦も、による合同演習など、活発な活動が行われています。これらの艦艇は目視できますから、威嚇効果はあるでしょう。しかし、ステルス戦闘機が活躍する現在、海洋での戦いであっても見えない行動が重要になっているのです。日本は海洋国家ですから、潜水艦能力が、防衛力の鍵を握ると言われます。潜水艦は、超音速ミサイルや戦闘機などと比べると目立たない存在と感じられますが、日本製の潜水艦は世界一の能力を備えているという高評価を受けているのです。アメリカ、イギリス、オーストラリアの3国が新しい安全保障の枠組み、オーカスの創設を発表したのは2021年9月でした。この発表と同時に、アメリカ、イギリスはオーストラリアへ原子力潜水艦の建造技術を供与すると決定しました。これによって、オーストラリアは、フランスとのディーゼル潜水艦開発契約を破棄することになったのです。オーストラリアが、フランスの潜水艦開発を中止した理由について考えると、以下の3点と見られます。1は、建造計画が大幅に遅れていること。2は、選定後の5年間で、アメリカと中国の関係が悪化し、フランスは二国間で独自路線を取ろうとしてアメリカ陣営から距離を置いていること。3フランスの潜水艦は太平洋を知らないので防衛に不安を感じるといったことと推測されます。潜水艦の評価ポイントには3つあって、秘匿航行能力、探知能力、攻撃力と言われているそうです。オーストラリアは2016年、平成28年、潜水艦購入のコンペを開催し、日本やドイツなども参加しました。しかし、最終的にオーストラリアが選んだのはフランス案でした。日本が蹴られた背景には、当時、オーストラリアと貿易額1位だった中国が横槍を出したためと噂されたものです。日本の潜水艦は、非対機依存推進機関でエンジン駆動で蓄えた電気で航行可能、向上したリチウム蓄電池の性能のおかげで、静粛航行時間も大幅に伸びました。しかも、航行可能深度は500メートル。アメリカの原潜以外世界の多くの潜水艦の限界400メートル以下なので、
その真下を潜航できるのです。探知能力については、潜水艦の装備と艦外の味方からの情報を高性能コンピュータで素早くに統合管理しています。ソナーは、潜水車の酸素ボンベを使った呼吸音のレベルまで見分けられるというすごい能力があり、レーダーは、潜水艦配備と衛星対潜哨戒機の双方の監視をコンピュータで統合運用しています。攻撃能力は、魚雷の推進速度と距離に関して、1945年の敗戦直後の一時期以外では、第二次世界大戦時から世界最高クラスを維持し続けているそうです。また、タイゲイ型は、潜水艦上部から海上に打ち上げるミサイルも搭載できるので、魚雷と併用すれば、水中と空中の両面攻撃可能となります。話は変わりますが、防衛タブー氏の付け？企業が消えていくという特集記事がある雑誌に掲載されました。防衛に携わる企業が苦境に陥っているという内容はです。それよりも、もっと重要なのは、すでに消えてしまった組織で、政府が掲げているカーボンニュートラル目標達成のためにも、早急に復活させるべきものがあるということでした。それが、大学研究機関の原子力関連機器研究です。原子力関連機器研究をしているのが基本的に企業だけなので、技術開発の裾野が狭くなり、高まる小型原子炉の導入議論へ対応するためには、ヨーロッパやアメリカに実例を見に行くしかないという状態で、技術立国日本としては、信じがたい現実に直面しているという結論でした。でも、こういった、大学や国立の教育施設の研究関連補助金を減らしたのは政府なんですよね。おかげで人員も減ることになりましたし、研究が頓挫するのも当然でしょう。反省してるんでしょうか。さて、日本の強みは技術力だけではありません。熟練した乗組員、地形の熟知も含めた優秀な運用ノウハウもあるのです。10月23日、中国とロシア軍艦10隻が津軽海峡から太平洋に出て南下、大隅海峡を通って東シナ海に入りました。津軽、大隅両海峡の公海部分を通り抜けた形ですね。この公海部分は、安保専門家が日本領海に開いた穴として問題視していますが、実は、アメリカの各搭載艦船が非核三原則を持つ日本を通るための抜け穴でもあります。そして、中国が勝手に設定した第一列島線、アリューシャン列島から日本、台湾、フィリピンを結ぶ線を越えて太平洋に抜ける穴でもあるのです。日本にとっては重要場所とも言うわけです。自衛隊の情報では、この中国、ロシア艦隊内に潜水艦はいなかったとのことです。というのは、津軽海峡では、潜水艦も浮上して航行しなければならないのです。この海峡は、入り口の両岸距離が 19km と狭く、深さは、青函トンネル最深部の真上で 140m、日本列島特有の凹凸も多数あり、公海部分は、太平洋側で40度ほど右折しているそうです。ですから、潜水艦が潜航したまま通過したくても、低スピードでジグザグ航行する羽目になりますし、公海部分からはみ出て、日本の領海侵犯となります。それを避けるために、津軽海峡通過時には潜水艦も浮上しなければならないのです。だから、潜水艦で津軽海峡を通ろうとはしないと思われます。津軽海峡に公海部分があることを批判する人は、海峡のすべてを領海にして、通過希望の船舶に無害通行権を与えればいいと言っているようです。そうなれば、仮に、外国軍艦が調査活動などを理由にして通行申請してきた場合、日本が拒否することは難しくなります。そうなったら、相手の潜水艦は、潜航したまま、津軽海峡を堂々と通過できることになるのです。日本が津軽と大隅の両海峡に公海を設置した理由は、アメリカに対してだけでなく、地形などを熟知していることと、高い潜水艦運用能力を培ってきた自信による判断でしょう。見えない行動をする力と、されることへの抑止力は表裏一体とも思われます。自分、領土、技術、人材を知って初めてできるものなので、両海峡の例はその典型ではないでしょうか。